こんにちは。令和3年司法書士試験合格者の深水明子です。私は2021年合格目標山村クラスを受講していました。私は行政書士の試験を受けてからの司法書士を目指したんですけれども、そもそも行政書士の勉強をしようと思ったのは、会社で勤めている時に現場でいろいろなトラブルが起こったりすることがありまして、そのトラブル対処のために法律の知識を学んでおいた方がいいのではないか、民法を勉強した方がいいのではないかと思ったことをきっかけに、民法を勉強するなら行政書士からなのかなという考えで、2019年春に行政書士を目指させていただいて、最初は全然わからなかったんですけれども。そこから、なんとか受かりまして、司法書士を目指させていただきました。行政書士と司法書士の違いは、やはり司法書士は難しくて、特に伊藤塾のテキストは、前行政書士を受講していた時のテキストよりもだいぶ難しかったので、最初はもう何を書いてあるのかもわからない始末だったんですけれども。一通り受講して、その後見直した時に趣旨などが最初にくくり出してあったので分かりやすくて、それで理解が深まったっていうことがすごく良かったと思います。私は無行政書士を受験していたので、民法に関しては2回目の勉強ということで分かりやすかったということと、あと憲法に関してはもうまるっきり勉強しなくても模試にはついていけました。後の講義に関しては初学でしたので、かなり手こずりまして、民事執行法であるとか民事訴訟法に関してはもう3月末になっても全然わからないぐらいの勢いだったんですけれども。そこからの山村講師がおっしゃっていた、分からなくてもやるということをもう心の糧にして、ともかく過去問を回すことで覚えてしまって乗り切るということをさせていただきました。で、山村講師の良かったところは、飴と鞭がうまいということで、授業中に「今答えてすぐ!」今答えてっていうようなシーンもあったりしたんですけど、その後私は皆さんが受かるためなら嫌われても構わないとこうおっしゃっていただいて、この先生は合格させるためにすごく熱意を持って話していただいてるんだなと感じたことで、もうより一層こうついていこうと思いました。2つ目はテキストの使い方を教えてくれるということです。こういうように線を引いて、今ここをマーカーで引くっていうことも授業中に言ってくださるので、迷うことなく大事なところは線を引けますし、後で見返す時にも分かりやすかったです。あと3点目はメンタルケアを授業中にしていただけるっていうことです。最初に分かりにくい、皆さんが脱落するようなところに関してはここはみんな難しいと思っているので、別に悪いわけではないっていう心の負担を減らしてくださったりとか、気持ちがだんだん落ち込んでくるような直前期になっては励ましてくださったりとか、特に直前に至るまで成績を伸びていく、それが合格のパターンであるっていうのを授業を通しておっしゃってくださっていたので、私は6月に入っても成績が全然伸びなくて合格圏外だったんですけれども、先生のその言葉を信じて最後まで諦めずにやり抜こうと思いました。それがとてもやはり良かったのではないかと思ってます。私が一発で合格できたのはやはりもうメンタルの面が大きいと思ってまして、特に法律を詳しくもなく才能があるわけでもなかったので、とにかくもう努力で頑張るしかない、これはもう山村先生も授業中におっしゃっていたことだったので、その通りに。まずは基本ですけれども山村先生のおっしゃるように覚えろっていうタイミングで覚えて、ここで頑張れっていうタイミングで頑張る、へこんだ時には山村先生が講義を通して助けてくださるんですけれども、それ以外には私はやはり退職をして挑んでいたので絶対に落ちれないっていう強い気持ちと、あと、これはほぼ願掛けみたいなもんなんですが、
合格するまで友達に会わないっていうのも決めておりまして、必ず受かるっていう、もう最後の最後まで自分を信じてやりました。最終的に成績も伸びてきたので、そこはもう脇目も振らず走れたんですけれども、そうですね、その2つ。あとは私は1月から10月に働いておりまして、その間未経験の業界に飛び込んで、その基礎的な知識もないまま働くことの大変さに揉まれまして、司法書士っていう実務家登用試験を受かって職場で働きたいっていう思いがとても強くなりました。やはり基礎知識を持った上で働くっていうことはとても大事なのかなと思ったのもありまして、それもすごく強い動機になりました。あとは高橋講師がおっしゃっていたんですけれども、いろんな感情の起伏をメンタルにつなげていくのは大事だとおっしゃっていたので、ともかくその時に感じた気持ち、悔しいであるとか嬉しいであるとか、そういった感情を全て合格するという強い信念に無理やりにでも結びつけるということはしていました。今勉強中の方に、司法書士試験は努力すれば必ず受かります、これはもう間違いないことで、私も特に才能があったわけではないんですが、努力だけで合格できたと思ってます。なので最後まで諦めずに、1ヶ月前まででも合格圏外だった私が受かったぐらいなので、絶対諦めずに走り抜けてほしいです。頑張ってください。自分を信じて周りに感謝して最後まで諦めない。本当にありがとうございました。